はい、皆さんこんにちは。今日はもう一つですね、天下の暴論を話したいと思います。想像力は想像できないというテーマでございます。私長らくですね、コピーライターという職能で仕事をしておりまして、文章を書くということですね。で、今はジャーナリストですんで、記事を書いたり本を書いたりしています。これ一つの想像なんですね。英語で言うとクリエイティブで、想像する力っていうのをクリエイティビティと言いますね。クリエイトとアビリティですか。で、これっていうのはどう言いましょうね、持ってる人と持ってない人って分かれてるんですよね。分かれてまして、持ってない人はあんまり頑張っても持てないと私は自分の人生の経験上で思っています。で、今日のお話の骨幹は、モテない人っていうのはもう諦めてくださいということなんですよ。モテない人というのはもう一生モテませんから、創造的な仕事に就かない方がいいし、ましてや創造的な仕事をしている人の管理職なんかやらない方がいいわけなんですね。口出さなきゃいいんですけど、口を出しますからね、皆さんね。なんでこれ持ってる人と持ってない人ともう分かれてまして、これ偏差値とか IQ とかにはあんまり関係ないですね。ある方がいいことはいいと思いますけども、あんまり関係ないっちゃ関係ないですね。持ってる人は持ってますし、持ってない人は持ってない。0から1を生み出す力でございます。で、そこでですね、皆さん自分で判断していただきたいんですが、自分が本当に作り出したオリジナルのものって何かありますかと。何でもいいんですよ。お絵描きさんだったら描いた絵ってのはクリエイティビティですから。ただその絵の構図がですね、その人の真似じゃないかどうかっていうのがありますね。風景画なんていうのは別にとってもないですけど、でも描き方によってあれもオリジナリティがあったりしますよね。で、音楽を作曲する人もこれはクリエイティビティがありますし、で、あらゆる物書きですね、小説家、漫画家、我々の仲間のジャーナリストもそうですけども、は持ってますね、クリエイティビティを。でもいつもいつもね、中でもね、人の真似ばっかりしてる人もいますよね。で、物は書くんだけども、誰かの受け売りでしかないことしか書けないっていう人もいますよね。これはあるようでないんです。自分でオリジナルのこの何かを作り出せるかどうかということなんですね。例えば我々の仲間でですね、仲間っていうか同業者で、データに基づいた話しかしないっていう人がいますよね。世の中のデータって全部信用できるわけじゃなくて、どっちかというと信用できるデータの方が少ないですね。だから私はあんまりデータっていうものを使いません。データに頼る人ってどういう人かっていうと、よう分かりませんけど、あれですね、自分の言ってることに自信がない人なんじゃないかなと思いますね。学者の世界では仮説を立てられるかどうかって非常に重要な分かれ目らしいんですよね。つまりこうなってるはずだというふうに言えるかどうかなんですよ。これは勇気がいますね。もし外れてた場合、あいつは間違っちゃってこうなるわけですから。でもそれを出せるかどうかっていうのは、そういう勇気とプラス才能なんじゃないかなと思います。我々の世界でもそうですよね。これこれこうだろうああだろうという推測を立てます。で、データに基づく場合もあれば、僕のようにもう全く自分の頭の中で考えて、これこれこれこうだからああだろうというふうなことを言ってる人間もいますけど、私のような人間はごく少数派です。で、私ほとんどですね、他人のブログも読みに行かないし、 SNS もやらないんですね。なぜそうかっていうと、面白いところがない。自分の言ってることが一番面白いと自分では思ってるわけであって、人様のですね、誰かの真似をしたブログだとか誰かの受け売りだとか、そういうのを見ても面白くないんで、雑誌は読みますけどね、送ってもらうんで。でもオリジナリティのないものっていうのは面白くないんですよ。で、0から1を生み出す能力っていうのが、これが想像力でして、これがない人っていうのはもうとっとと諦めて普通の仕事をなさってればいいし、世間であまりものは言わない方がいいと思うんですね。でもそういう人に限って、なんかものすごい目立ちたがり屋がいて、こうなんじゃかんじゃってこう内容のないことをね言ったり、
あるいはそうそう世間を騒がしたりするわけなんですよ。でよくいるでしょ、皆さんの周りにも、会議でただ目立ちたいから発言してるっていう、あれですよ。ああいった生き方って実につまらないんで、まあ、別にあの生きていく分にはね、生存権ってありますから生きていらっしゃるのはいいですけども、まあ、なるべくだから世間に迷惑をかけてほしくないなと。で何か世間に認められるものがある場合だけ発言をなさったり表現をなさったりすべきであって、まあやたらとこう目指したいからといって会議で発言したりとか SNS で発信してみたりとかっていうのはもう僕は壮大な無駄だなと思いながら世間を見てます。はい、誠にこの天下の暴論でございましたけども、皆さんも自分の中で自分に想像力があるのかないのかっていうのを確認なさるのも一つ人生を見極める手段の一つではないかと思いました。はい、どうもありがとうございます。